東肥川棚町の町政90周年を記念したスケッチ大会が開かれました。川棚町は昭和9年1934年に村から町になりました。現在およそ5700世帯1万3000人が暮らしています。スケッチ大会は川棚町の魅力を見つけてもらい町を PR するものです。小学生、中学生、高校生以上一般の部の4部門で行われました。芸術の秋、町内外から多くの人が参加し、風景などを描いた力作合わせて67点の水彩画が出品されました。これは一般の部の最優秀賞作品、石木忠さんが描いた川棚町のシンボル、古風蔵さんです。こちらは中学2年生小島葵さんの夕暮れの大村湾の風景、小学2年生が描いた孔雀のスケッチなど、川棚町中央公民館の会場には24人の作品が展示されています。川棚の風景をゆっくり見てもらって美しさを発見し、もう一度川棚の良さを内外に発信するというところが狙いです。よく描けてるんじゃないかなと思いました。表彰は11月3日の町政90周年式典で行われ、作品は12月中旬まで一般公開されます。